どうも、こんにちは。パンチパンダです。よろしくお願いします。ということで、最近ですね、ちょっと気になっているのが、スターバックスの、こちら、コーラフラペチーノということで、これがなんと3月の15日から発売されると、ちょっと気になったので、ちょっと、いろいろと調べていこうかなと。はい、思います。まだね、発売が3月の15日で、まだ発売前なんですけれども、結構気になるな。あとね、地味に、コーラっていう、変なのというか、そっちが目立ってるんですけれど、右にある、このクリーミー&スイートミルクコーヒー、これも結構気になりますね。で、スタバ公式のサイトでは、スターバックスコーヒーは3月の15日より、レトロアメリカンにインスパイアされたポップで新しい世界観をご提案する春のプロモーションをスタートします。この体験を彩るスターバックスコーラフラペチーノ、クリーミー&スイートミルクコーヒー、フードやグッズが多数登場。スターバックスがひとひねり加えた容器で弾けるような体験をお楽しみくださいということで、これはね、容器で弾けるような体験って書いてあるので、これ炭酸なんじゃないかと。スタバのコーラ炭酸ですか？そうっすよね。コーラって炭酸っすもんね。だからさっきちょっと調べたんですけど、炭酸ではないらしいっすね。コーラフラペチーノ。スパイス風味とライム風味を組み合わせたコーラフレーバーがベース。炭酸は使用していないが、爽快感が楽しめるアメリカンドリンク。アメリカンドリンク。ジュースってか。で、690円なんですね。690円で販売してますよ、みたいな。いやー、ちょっと気になるなー。俺、これちょっとね、3月の15日、速攻買いに行って、もう生放送してる。最速レビューしようかなと思ってるんですけど。で、値段がですね、いろいろ変わりまして、クリーミー&ミルクコーヒー、アイスのみ。持ち帰りの場合は、ショート540円、トール700、579円、グランデ、624円、ペ、これなんね、読めねえ、ベンチ、668円。やっぱ持ち帰りの方が安いんですよね。で、スタバのコーラフラペチーノは、持ち帰りは678円。店内だったら690円。こっちはなんか、あれっすよね。毎回、サイズがね、一種類に固定されてますよね。固定されてますよね。あとこれとかあんのか。俺さ、スタバでこういうの食べたことないんすよね。アメリカンレトロでポップ。気分が踊る新作フード。ミックスパフェケーキ。マラサダカスタードクリーム。ワッフルサンドベーコンエッグチー。へえ、ミスドみたいなの。おしゃれ。なんかさ、スタバさ、福袋というか、なんかそういうの結構人気っすよね。マグカップか。マグカップ、グラス、ピンバッジセット。ピンバッジ買う人いるんかな？それスタバのピンバッジじゃんって なる？スタバグッズ全部集めてる人いそうだから、それは多分趣味として面白いだろうなと思うわ。口コミ？口コミ調べてる人いたんですけれども、まだ販売されていないので、俺が2人。ということで、3月の15日、ちょっと最速レビュー狙ってるので ただスタバのね、開店時間と同時に行こうかなと思って、そこでもう生放送でバーでやっちゃおうかなみたいな感じで思ってるので、ちょっと気になる方は、3月の15日の午後からだったら、一応俺が、気になる方は、俺がちょっと気になってるので、飲もうかなと思いますので、お待ちください ということで、パンチパンダでした。すみませんね、ちょっと気になるニュースをまとめてみました。